皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もモンスターハンターライズサンブレイク遊んでいきましょう。さあ今回ね、ついに大雪山荒のクエストが登場しました。ターゲットはガランゴルム。今回これに向かっていきます。起源万丈ですね。特別なクエストが届きましたよ。お好きなクエストをどうぞ。さあでこのガランゴルム、これ何系だろう。パッと見地面タイプたら地面。どうかお気をつけて。となると水？休憩。一旦水かな。どんなもんか。発動しないのよな。くっそ。たらいいだろう。ハンディキャップ。くれてやるわ。よし。さあこれで出発。時を重ね、今となっては半然とせぬこの地の理は、攻める者にとっての理となるものか、あるいは攻められる者にとっての理となるものか。無垢なる者、ただ欲望に従い佇む無垢。一元において無垢としか捉えず、その欲望を見落とすことあれば、無垢なる力、無垢なる怒りにまみえることとなろう。より強き力、力の赴くままに増す怒り、触れてしまえば命を落とすほどの、思い知るには手遅れの、その欲望に触ることがあってはならない。いざ出発だ。騎士の誇りにかけて。これは非常に強そう。ついに大雪山荒だ。お互い気を引き締めていこう。それだね。今回これ装備上位です。これがねどうなのか、倒せるのか。ガランゴルムは近いぞ。そこにいるやん。ガランゴルム、おとなしい性格だったお前がなぜ。突撃。まずパターンみたい。ワイヨードッカンプラスあれかヒルミね。こっちドッカンヒルミ。基本はスラビです。スライドビート。ただ怒ってからだね。よし。開幕はまだまだ。ここ怖い。こっち。これすかしたね。尻尾に当たるか。とこれ欲しい。涙か。ゴミです。チャンス。これは顔いった。回避。回避はちょっと間に合ってない。
一発、どうしようかな。普通に回復。怒り浸透といったところか。これで怒り？怖いよ、これ。これ爆発こいつ。火属性か。これはチャンス。ここで。うわ、えぐってくる。大丈夫か。火を消してからの回復。そこまで広くはない。問題それだな。避けるんだったらこっちか。後ろかな。うー、後ろ行くとこれは飛んでくる。やれるけども強いっす。これ怖い。うー、ラングルトラ来た。今なんで吹っ飛んだ。秘伝の総流だ。くっそ、抜群のタイミングだ。これはラングルトラに突っ込んで、そいつは任せた。あ、くそ、もう今回しょっぱいな。すいません。これでいける。あの巨体からの攻撃、まともに食らったらひとたまりもないぞ。ちょっとずれた、しゃあない。相手が倒れたぞ。復帰早い。やって。よし、ここで剣。この技にかける。決めたまえ。プラス、ほら、真打ち。よし。ここで仕留める。で、コロと回避して。普通に勝てるけども強いの。タフいな、やっぱり。三個。やつを倒せば。で、移動かな。大域生物の異変について何かわかるかもしれん。だね。今作チャークだったっけ？クソ強いの。毒さかって。よいしょっと。この上は。まあ、クソ。そう、これね、これ結構しんどいところ、本作の。そこいける。待ち見つと、他は違うよ。そこですと、泥玉、はいよ、よし。これで柔らかくして、はい。うわ、何それ。相手の吹っ飛んで移動するのか。モンスターに早めに直した方がいいぞ。よし、攻めかかれ。この落とし物欲しい、超欲しい。これです。はい、お、ランノトラ再び。ここはね、こいつをしばくんだ。こいつをしばいて乗っていくのだ。モンスターに注意だ。移動した、ダメだったか。それ怖いやつ。何今の、あの場所何。で、こっから来て、よし、勝てなくないね。普通に勝てるわ。やだら強いな。油断するとやばそう。予想外だ。まさかここまで凶暴化していたとは。そうな、普段のこいつを知らんのよ。これ遠距離。え、これ罠効くのこいつ。そうな、どこだ、落ち、ここらしい。危ない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 。仕留めてみせる。よし、
かかったね。聞くのか。今の回避したかったと、ヒロインカウンスヘイトを取らせていって、よし、苦しいやん。この先行今のはね、しゃねえわ、拾うやつ。タイプナイス。こいつ尻尾の切断もいけそうね。あ、今振っちゃった。危ねえ、セーフ。このポジ怖いっす。ドッカン。で次はベリオロス。よし、チャンス。今こそ総理を。疲労困憊のようだな。んで、これはしっかり。ほら。いいタイミングだ。ターン。よし。さすが我がお供。もう一発。足りてない。距離が。よし、これでいくぜ。邪魔すんだ。ここで危険。ほら、でからの欲張って、あ、あれだな、真打ち。ここでいける、真打ち。欲張り真打ち。よし、これ硬いな、V。手加減なしだ。胴体硬いな。バハリが隠れて観察しているな。まあ、好きにさせておくか。どこにいんだよ。取った。よし。これで、多分メルゼラもこうかな。新マップ。よろしく。本当の君はもっと美しい。肉です。せっかくだから、そうね、この罠これ使っとく。これ罠効くということあるか。捕獲はできる、多分。今の、よし、罠を仕掛けた。罠が発動。私の全てをぶつける。で、ちょい回復して、さらにもう一発ね、回復。よし、正面回避。よし、しばらくここを任せる。あ、死んだな。左手見てか、向かって左手。これ何？さらに、新技っていうか大技か、掴み系かな。よし、調べることが山ほどある。早く狩猟して調査に移らねば。で、ワンちゃん乗っかって、力強く美しく合流したぞ。さらにラグロートが来た。再び来た。そこちょっと怖いかな。パンパン。よし、さらに。ちょっと見えないよ、どうなってんだ。これは真打ち、顔面真打ち。よし、さらに。ガム、よし。で、弱った。意外とこいつ弱いな。
パフィーかと思ったら普通にいけるわ。およく転ぶ。なんでかわからん。はい、捕まえることもできるんだけども、普通にただ捕まえた方がね、やっぱ素材はうまいっす。非常にうまいっす。こいつは多分これでも天秤的なものね持ってんだろう。怖いそれ。何これ大技だろう。そっち行って。怖い。あ、まずい。これ食らった？食らってない。チャンス。スライドビート。チャンスじゃなかった。ここで仕留める。うわー、これ、水かな？今の。ちょっと、出してくるね。尻尾。正面行きたかった。ありがとう。今の回復は本当にありがたい。どっかおっし、意外と普通に勝てました。完了。ガランゴルム。騎士たる者、日々精進あるのみ、今日の経験を糧としよう。で、銃がと銃角。反省会はしないかな。とマップね。そっち。なるだけ見とく。これと北側ね。そっち。ミルズランいるとしたらここら辺かな。寒冷地。とこの上がある。さらに。次の舞台はどこかな。多少なりとも手がかりが残っているのはありがたい。縄張りがどれくらい変化したのか。他のモンスターへの影響も調査しなければ無事か。今のは一体何か強い憎悪を感じる。
ほう。うんうん。ほう。うむ。で、これはマズダランクさん。これは将軍刻み新規モンスをね、将軍刻みぐらいっていう感じかな。あるはずのもの、それは打ち負かした者のむくろではなく、変わり身となって捨て去られし鎧、再び新たなる的を見つけたならば捨て置くことなど考え及ぶはずもなく、纏う鎧を変え食られる刃は苛烈さを増す。退治すれば命で贖う以外術はない。さあ開幕だ。敵が標的か。本気にさせたな。仕掛けてくるぞ。気をつけろ。マジか。焦る必要はないよ。
お疲れさん。君は私の意のままだ。いただき。こいつを食らいな。パーフェクト。いい総流だったな。耐えられるかな。またね。どんなもんだ。よし。いただき。もらった。いただき。よしよし。お待ちしておりました。はい。特別なクエストが届きましたよ。いつでもお立ち寄りくださいね。はい。と、装備。お立ち寄りくださいね。お、いらっしゃい。いつでも待ってるよ。張り切っていくよ。で、これはゴルム装備。これも強いね。最初から112。小さな頃からこの道一筋。ってわけで、結構ベテランなんだよね、私。腕前はスロットもすごいな。大丈夫だからね。そうですにゃ。と最後にバイク。これ最初から技物にこれは乗ってるんだ。これすごいな。もうめちゃくちゃだ。またどうぞ。じゃあそうですね、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦ここで終わりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント高評価チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回モンスターハンターライズサンブレイクでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。